Although Wikipedia writes about the Olympic torch as follows, it says nothing about Zoroastrianism, but why? It seems to be very strange to me. Wikipedia writes that the Olympic flame is a symbol of the Olympic Games, commemorating the theft of fire from the Greek god Zeus by Prometheus. Its origins lie in ancient Greece, where a fire was kept burning throughout the celebration of the ancient Olympics. But why was a fire kept burning all throughout the celebration of the Olympics? Wikipedia 百科事典はオリンピックの成果について次のように書いていますが、肝心のゾロアスター教については何も書いていません。私にはそれが奇妙でしかありません。なぜ何も書いてないのでしょうか。Wikipedia 百科事典には次のようにあります。オリンピックの成果は、プロメテウスがギリシャの神ゼウスから火を盗んだことを記念するために、その起源は古代ギリシャにある。古代ギリシャでは、オリンピックを祝う間中、ずっと火が灯されていたと。がなぜ、オリンピックの間中、ずっと火が燃やされていたのでしょうか。それについての説明は全くありません。広し林、浜松シティ、Japan. だいたいこの説明は矛盾だらけです。つまり、プロメテウスがゼウスから火を盗んだ。その盗んだことを記念して、オリンピックでは火を焚いたというのですね。ならば、どうしてプロメテウスの体にはこのように鎖が巻かれているのでしょうか。プロメテウスがゼウスから火を奪った。その火を奪ったことを記念して火を焚くようになったというわけです。しかし、オリンピアンの長はゼウスです。そのゼウスが自分の火を奪われてですね、その奪った相手のプロメテウスを称えるために火を焚いたということになるわけです。特にオリンピックの発祥地、オリンピアはですね、ゼウス像があることでよく知られています。ゼウス像があったことでよく知られています。矛盾だらけですね。いわゆるまあ、盗まれたゼウスが、いわゆる盗んだプロメテウスをですね、に鎖をかけて追い出しておいて、そして一方で火を焚いて、プロメテウスを祝ったというわけです。まあ、ともかく矛盾だらけで、まあ、はっきり言えばどうしようもない説明かと思われます。また誤解があるといけませんので、はっきりさせておきたいことがあります。オリンピックの成果は、まあ、いろいろに説明されると思いますけども、火を焚いて儀式をするという、そのやり方はですね、まさしくゾロアスター教のそれであるということです。その火を運ぶために太陽光から採取して、そしてオリンピックの聖火台に持ってくるわけです。つまり、聖火台に火を灯すという行為そのものが、もともとはゾロアスター教の神事であったということです。まあ、そのことを注意して続く動画の中で、もう一度私たちにとって自由とは何か、皆さんと一緒に考え直してみたいと思います。時折しも、今、ブラジルのリオデジャネイロでリオ五輪が開かれています。聖火が焚かれています。なぜ聖火なのか、もう一度皆さんと一緒に考えてみたいと
思います。言うまでもなく、その起源はゾロアスター教にあります。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. What is liberty? A mystery of the Statue of Liberty. 自由とは何か。自由の女神は男であった。こんなこと言うと驚かれる人も多いかと思いますけども、自由の女神。女性ということになっていますけども、間違いなく男です。まあ、その証拠はこれからお見せいたしますが、ある人はですね、この自由の女神に像には胸があるから女性だという。また別の人はですね、この自由の像はドレスを着てるから女性だという。また別の女性は、人はですね、この女性は長い髪の毛を持ってるから女性だという。しかし、みんな間違っています。もし、てかこのビデオを見てくだされば、皆さんは、この像がですね、男性であることに、を納得していただけると思います。これはバッカスです。バッカスですね。ローマ神話の中では、ワインの神様。しかし、バッカスにも胸があります。このバッカスというのは、ギリシャ神話ではディオニソスなんですね。ちゃんとついてるものついてますね。長い髪の毛。それから胸もあります。じゃあ、ドレスはどうかというと、これはギリシャ彫刻、なんですけども、こうしたドレスのような衣服を着ている男性はいるにはいます。それに、この自由の像はですね、鎖をつけています。なぜ鎖をつけているか。まあ、日本ではマリアンってことになってますけども、マリアンじゃありませんね。顔を比べてみてください。左がバッカス、すなわちディオニソスです。そして、右が自由の像です。大変よく似てることに皆さんお気づきになると思います。ディオニソスは、鎖でつながれて、荒野に据え置かれました。そんなことをちょっと覚えておかれると、おきながら、次のビデオをどうかご覧ください。23分59秒後に、さらに詳しく話します。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Taka, Japan.Today's story is about the mystery of freedom. Where did the freedom come from? Or you may ask yourself if you're really free or not. This is a story about it in Japanese. フランス革命です。この女性を見てください。マリアンですね。この女性を見てください。この頭に注目してみてください。この女性は頭にフリギア帽をかぶっています。フリギアというのは古代トルコ中部の国名でした。フランス革命の闘士たちは皆このフリギア帽をかぶっていました。そして自由、平等、友愛を求めて戦ったわけであります。これがフリギア帽です。これは革命歴と言いまして、それまでカトリックが使っていました、グレゴリー歴に対してですね、フランス革命軍が制定した暦です。あまり人気が良くなくて、この革命歴はそれほど長く続きませんでしたけども、この革命歴にも女性もフリギア帽をかぶっています。これがフリギア帽です。なぜフランスの革命の闘士たちはフリギア帽をかぶっていたか。ここに一枚のレリーフが今ありますが、言うまでもなくフリギア帽はミトラ教のミトラのシンボルでもあったわけですね。でもう一度この流れを見てください。ミトラ教があり、古代ギリシャがあり、彫刻で表されてた世界ですね。そして時代は飛びますけども、その先にフリーメイソンがあるわけです。その一方で、旧約聖書の流れを組むユダヤ人の、キ
リスト教があったわけですね。そしてルネサンスの時に大きくこの2派が対立します。ダヴィンチとそれからミケランジェロですね。ダヴィンチは明らかにリプタリアンの助けを借りていました。そしてその先にローマンカトリックがあり、そしてフランス革命がそれに対して勃発したわけであります。ルネサンスはまさに暗黒の時代だったんですね。一般民衆はなぜフリギャ帽をかぶって戦ったか、この構図を見ていただければわかると思います。そしてその先にアメリカマンが生まれ誕生し、自由の女神像がフランスから送られることになったのであります。世界中が、国旗がですね、サンタカタリーナの国旗、それからニカラガ軍の紋章、みなフリギア帽を使っています。その理由はもう皆さんお分かりですね。Thank you.